にちは、琉球国祭り太鼓です。ありがとうございます。4曲ほどお聴きいただきましたが、皆さん楽しんでいただけてますでしょうか？はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私たち先ほど の紹介にもありました通り、琉球国祭り太鼓沖縄に本部があるところの茨城支部という形でつくばを中心に活動しております。こうやって太鼓叩いてるのを間近で見て、ちょっと太鼓叩いてみたいなとか、気持ち良さそうだなって思ったりした方とかいらっしゃいますか？ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私たちこの、エイサーを一緒にやってくれる仲間、今大募集中でございます。もしよろしかったら練習を見に来ていただいたり、体験もできますので、この後メンバー残っておりますので、声をかけていただければ嬉しいなと思っております。はい、でですね、次、2日間でさせていただきました、出演させていただきましたが、次の曲は最後の曲になります。この後お送りする曲は、五穀豊穣という曲です。多分あまり一般的には知られていないかなと思うんですが、沖縄のパーシャクラブさんという方々の歌で、まあ、この本当にみずほの村祭りの締めくくるのに一番いい曲なんじゃないかなと思って、この曲を選ばせていただきました。すごくね、アップテンポでノリのいい曲になっています。なのでぜひ、もしお食事中の方とかは申し訳ないですけれども、もしよろしければ手拍子を皆さん一緒にしていただけると、皆さんのパワーも我々いただいて、より、はい、生き生きとした演舞をお届けできると思いますので、ご協力いただければと思います。で、正直歌詞を聞いてみようと思われても、沖縄の方言です、わからないと思います。ただ中身としましては、五穀豊穣を願い祝う、はい、曲になっておりますので、そういう思いを込めて演舞させていただきますので、はい、お楽しみください。でですね、最後の曲、今までの4曲はこの大きい太鼓、大太鼓というものだけで、皆さんに聴いていただきましたが、最後の曲はちょっと違った太鼓も使わせていただこうかなというふうに思ってます。ちょっと紹介させてください。こちらの女性が持ってる太鼓、こちらパーランクという太鼓になります。ちょっとどんな音が鳴るかというと、こんな音になります。こちらで見てください。はい、ありがとうございます。このようなちょっと甲高い音が鳴るかと思います。この音がパランパランっていう風に聞こえるということで、この太鼓パーランクと、そんな形で名付けられて、はい、おります。はい、でもう一つ、この真ん中の男性が持っている太鼓、こちらが姫太鼓という太鼓になります。こちらの音も一回聞いてみてください。ではお願いします。はい、このような音が鳴ります。こちらですね、片手で持って振り回したりできる太鼓になっておりますので、演者のダイナミックな動きが特徴的な太鼓になっております。それと先ほどまでもあったこの大太鼓、この3つを組み合わせた演舞、最後にお届けいたしますので、ぜひお楽しみください。なんか忘れてないこれ、なんか忘れてない、大丈夫です。はい、じゃあ最後までお楽しみください。よろしくお願いします。
終了とさせていただきます。この後もお祭り楽しみ